Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kofun or Burial Mounds in Japan. Or, as a matter of fact, Kofun means Old Two Mounds. Are they really burial mounds, whatever they are? No! They are calendars for ancient people. Wikipedia explains about Kofun as follows. The Kofun period is an era in the history of Japan from around 250 to uh, 538. The word Kofun is Japanese for the type of burial mounds dating from this era. The Kofun and the subsequent Asuka period are sometimes referred to collectively as the Yamato period. I, Hiroshi Hayashi, however, have got a different idea. They are ancient. カレンダーズ。前方後円墳はカレンダーとしての機能を合わせ持っていました。証拠を添えてそれをこのビデオの中で証明します。まず皆さんに注意していただきたいことは、円筒埴輪、壺型埴輪などが前方後円墳の周囲にきちんと並べられていたという事実です。 なぜでしょうか何のためでしょうか装飾のためでしょうか儀式のためでしょうかそれとも祭りのためでしょうかとんでもない。違います。古代の人たちは無駄なものは作りませんでした。生きるために必要なものを命がけで作ったのです。つまり、カレンダーです。前方後円墳の周囲に円筒形であるにせよ、壺型であるにせよ、埴輪を並べ、毎日一個ずつ何らかのトークン、つまり印を移動し、 日にち季節、そして一年を知ったのです。さらに何らかの儀式の日を知ったかもしれません。つまり、前方公円墳は現代の私たちが考えているよりもはるかに深い意味を持っていたのです。もっと言えば、古代の人たちにとっては天文観測所でもあったのです。つまり、毎日一個ずつトークンを動かし、日にちや年を知るという方法は、UK のエイブベリー、フランスのカルナク、 さらには、ラオスのジャールと同じ方式です。エイブビリやカルナックではトークン、つまり目印の岩も見つかっています。現地では、オノと言っていますが、オノではありません。トークンです。同じ方式で前方公園墳もカレンダーとして機能していました。さらに、こうした事実を裏付けるかのように、浜松の隣町の岩田市では、友型ハニワと呼ばれる簡易天文観測装置も見つかっています。 北極星にそれを向け、冬至、夏至などの時の太陽の高度を知り、一年の始まりを正確に計算していたのです。簡易天文観測装置であることは、この私、林よるが一年以上も前の2014年に証明しました。つまり毎日、前方後円墳の周りの埴輪で、トークンを移動させることにより、日にち、季節、年を知りながら、先の友型埴輪を使い、太陽暦を使い、 微調整をしていたということになります。で、私で見つかった友型埴輪と同じものが長野県の三代田町にあるということで、私とワイフはおととい、その三代田町へ行ってきました。浅間縄文ミュージアムです。現物をこの目で確かめるためです。が、場所はそこでよかったのですが、現物は別の博物館にあることがわかりました。 ともかくも、そこにそれがあったことだけは確認できました。つまり、岩田市で見つかった友型ハニワは、これによってただ単なる装飾品でないことが確認できました。天文観測装置です。しかも、私の予想した通り、浅間縄文ミュージアムにあった友型ハニワは、台座の上に乗っていました。ビンゴです。つまり、前方後円墳と友型ハニワはペアで、 天文観測装置として機能していたということになります。画面を見ながら説明します。まあ、現在ですね、浅間縄文ミュージアムのまあ玄関に飾られていた、ま、土器土偶のですね、レプリカを見ていただきました。そして、これが浅間縄文ミュージアムの内部です。まあ、こうしてですね、えーまあ、縄文土器がですね、ところしと、ま、展示されていました。 で、それらの分析は、まあ、ついに回すことにしましてですね、まあ、ここに先ほど言いました、友型ハニバがあるはずだと思いましてね、行ったんですけども、えー、その写真はですね、この、あ、ミュージアムでなされた時の展示会の、まあ、に展示されたものだったということでですね、現在はここにはありませんでした。まあ、場所はわかってますので、次回、あの、行ってみますが、ともかくも、こうした土器、土偶がですね、こうして、まあ、展示されています。 皆さん、日本にはこれほどまでに奥深い、まあ、歴史、文化があったんですよ。この縄文土器のですね、模様以上に奥深く、そして、まあ、意味のある時代があったんですよ。で、まあ、これがですね、浅間縄文ミュージアムを代表する、まあ、土器ということになります。素晴らしいですね。まあ、本当に見たときにはため息が出ましたね。 ほうって感じですね。ここまで精緻な、えー、土器を作っていたんですよ。そして、まあ、もう一度ですね、日本の古墳に、えー、話を戻してみたいと思います。まあ、こうしてですね、古墳の周りには埴輪がですね、ザレと一列に、まあ、並べられていたというこの事実ですね。何のためにどうしてということを皆さんも考えていただきたいと思います。まあ、あの、壺型、あるいはその、円筒型、埴輪というのが、 まあ、現在見つかっているわけですけどもね。こうして、まあ、順、まあ、並べられていたということです。この事実をどう捉えるかですよね。ただ、装飾のためでしょうか祭りのためでしょうかそれとも、まあ、今でいう、フェンスのためだったでしょうかということになりますけども、そんなことのためにこんなものは建てませんね。建てても、まあ、置いてもですね、意味がないわけです。じゃあ、何のためにどうしてかということですよね。しかし、この日本だけで考えていると、袋工事に入ってしまいます。 まあ、これ、今皆さんにご覧いただいているのは、まあ、復元ですけどもね、このように、はにが並べられていたということです。このように、ま並べられているわけですね。ちょっと小さいので拡大していますが、まあ、こんな感じですね。で、さらに拡大してみますと、やはりこのように、まあ、復元、まあ、された様子でもですね、はにがこのように一列にきちんと並べられているということですね。そして、何のためにどうしてかってことですね。こういうのは、ちょうど、三四五つ目ごとに、こうして、まあ、 あの、ハニマンが置いてあるところも興味深いですね。あるいは、ややこう、隙間が、と言いますかね、互いの間に隙間がお空いて置いてあるのもあります。ここなんかきちんと、まあ,あ並べられ、並べられているのはわかります。まあ、このようにね、まあ、発掘されたものですから、このように並べられているというふうに、現在ね、復元されて、並べられていると考えるのは、まあ、ごく自然なことだと私は思います。で、これがですね、カレンダー説の、私のですね、カレンダー説の、まあ、根拠の一つとなりました。で、もう一つこの、 前方公園、これは、あの、大線量ですけど、見ていただきたいんですけども、例えばですね、まあ、この、円筒、埴輪がありますよね。これ探す。まあ、これ、この、このオーディですね。そしてそれをですね、順に並べています。この角に置いていますね。そして、ざーっと並べていくわけです。 まあ、ちょうど周囲とか、あれはね、二重三重になっているところもありますけども、それはそれなりに、また別の意味があったと思れます。a v リーもそうですね。えー、まあ、円形にですね、えー、大きな輪が三つ並べられて、その周りに岩が並べられています。まあ、このようにですね、前方後円符の周りに、例えばですよ、これは私が考えたんですけども、このように、まあ、埴輪が並べられていた。何のためにどうしてか。何のためにどうしてか。ということになりますよね。 で、ここ、まあ先ほど言いましたように、この、まあ前方後円分だけを見ていたのでは、謎は解けないと思います。例えばですね、ほぼ長さが同じですから、91、91、91って、まあ、4等分するわけですね。そして下をですね、例えば冬にする。そして上の丸い部分を夏にするわけですよね。そして 91×4 は364になるわけですね。で、どっかで1日を足して365とすると。まあ、そういうふうにすれば1年の、まあ、対応歴における年日数と一致するわけですで。下の底辺を私は、例えば仮にですね、増えておいて、それを左回り、あ 次回りに回っていきます春です、夏です、そして秋ですここが重要ですからもう一回やってみますね冬です、春です、夏です、そして秋ですまあ、しつこいですね、もう一回やってみますね winter time, spring time, summer time and autumn time となります まあこうして四つの季節に四本を分けたというふうに考え,ら考えられるわけですね。で、まあこうして季節を知ったと。そして一個ずつね、トークンを動かしながら日にちを知って季節を知って、そして一年を知ったということになります。まあ例えばここを冬至としますね。冬の中心です。そして春。まあ上がですね、夏至になりますね。ちょうど中央,中央です。ですからこのあたりで何かの儀式をしたものと思われます。そして左があ春。 秋分、春分ですね。そしてみんな終分ということになります。こうして一年をしたわけですね。その間、まあ、いろんなね、埴輪の、まあ、おいてですね、この日はね、早いしろ日の誕生日だぞなんてね、言われたのかもしれません。しかし、こうしたですね、前方公演風が全国で700箇所以上登録されています。何のためにどうしてかということになるわけですね。で、まあ、あの、これはあの、 大仙陵等のその周辺のまあ古墳ですね。そして上が甲府の古墳ですね。小静か古墳ですね。そしてこれが群馬県にあるあの古墳です。まあ、やや形が違うと言いますか。しかし、あの、中の円形部なんかで、ま埴輪が置いてあったとするならば、ほぼ同じ形になるわけですね。そして、あの、まあ、きちんと計算して、 してみればさらに詳しく出てくると思いますけど、四つのその辺がですね、辺と言いますか、長さはですね、ほぼ同じじゃないでしょうか。で、それを裏付けるためにですね、先だってですね、えー、小牧市へ行ってきました。やたがい、まさのりさんの案内で行ってきました。お元気ですかえー、そこの、ま、古墳へ皆さんを案内いたします。小牧市です。この、ノー部屋という、まあ、今現在部屋ですけどもね、あのー、まあ、以前はこの、 海の中にあったわけですけども、ここは本当に意味のある場所だと思いますね。これが、青塚古墳ですね。で、この青塚古墳ではですね、壺型、埴輪というのが見つかっています。そしてでそれが、その壺型埴輪がですね、この前方公園墳の周囲にずらりときちんと、まあ、並べられていたということがわかっています。これが青塚古墳です。巨大な、まあ、古墳ですね。そして、この周囲には、壺型、埴輪が並べられていたということがわかっています。 このように、まあ、一部復元されてますけどもね、もう少し、あの、この2倍の密度で並んでいたのではないかと思われます。まあ、その理由はもう少し後で説明しますが、ともかくもこのように、まあ、発掘された状態では、まあ、このような感じで並んでいたということですよね。まあ、そのまま、それをまあ、そのまま受け入れて、ここでは説明します。これが、アウスカ古墳の周囲で見つかっている壺型、まあ、ああ、庭ということになりますね。 何のためにどうしてかということになるわけです。で、検証していますが、えー、正確な、ま、なっていますが資料が手に入りましたので、ここに紹介します。これが青塚古墳ですね。そしてこれを4つのパートに分けます。それは先ほどと同じですね。向かって左の方が冬ということになります。向かって左の方を例えば夏にしますね。で、このあたりはまあ、私の、これはまあ、あくまでも直感ですけども、 愛知県の体では夏が長かったもんですから、夏の比率がですね、このように今、ぐるっと演習を書いて、まあ、この日はみんな働けようってことになったのかもしれませんね。そしてその、現在分かっている、まあ、これは復元の上で分かっている壺の数をですね、計算しますと、176となります。2倍しますと300、352、えー、となりましてほ、ほぼですね、あのー、なてますか、1年の日数と、ま、同じになると。 でも、まあ、なぜ170、まあ、正確には出てこないということは、あくまでも復元図でしてね。そこでこの像を、こちらの図の方を、まあ、先ほどのあの、復元図と言いますよりもでね、こちらで発掘された、あの、壺の、まあ、様子をですね、こうして、まあ、正確な資料として残ってますので、こちらの方で調べてみますと、どうもこの壺の並び方っていうのも、ややこうなんてます。間隔が広かったり、あるいは狭かったり、あるいはきちんと,きちんと並んでいたり、っていうことはあったみたいですね。ですから、まあ、 一概に言ってますか、計算上にですね、等間隔で割って、壺の数を数えるっていうのも、あまり正しくないんじゃないのかな、というふうに思いました。まあ、これ、底辺の部布は24個ですね。2倍して48。さらに2倍すると96ってことになりますかね。まあ、ともかくもこうして壺が並んでいたということです。で、まあ、これで、まあ、残念なことにね、まあ、あの、これはあくまでも、な掘てますか、あの、された状態を、まあ、から計算してってことになるわけですね。 で、やっぱり計算しても、まあ、これで計算しても、やっぱり176という数には、それほど違わないんじゃないかなと思います。まあ、ともかくも、右の方が30、左の方が24ということになりますかね。かなり数が違ってくるということですね。プラスマイナス6という、まあ、エラーが出てくるということです。 ですからまあ、今現在、まあ、こうしたですね、壺、つまあ埴輪がですね、きちんと残っている、まあ、前方後円墳というのはありませんが、しかし、まあ、この青塚古墳の前方後円墳をですね、まあ、一つの手がかりとして計算しますと、やはり何らかの形で、ちょうど1年分、まあ、青塚古墳についてはね、2日に1つずつ、まあ、トークンを動かした可能性もあります。 そして、ね、まあ、何らかの形でね、あのー、そうした、その、1日目、2日目というか、で、今度は3日目か4日目に次のトークンを、次の埴輪にトークンを移動させていくという方法であればね、1年が正確に、ま、計算できたということになります。まあ、ともかくも、まあ、あの、このアウスカ古墳のそのトーク、あいる埴輪の並び方は、先ほどお見せしました写真の、ま、埴輪の並び方と違いまして、間がね、かなり空いているということですよね、分かりやすければ。 で、ここでは2メートル間隔で廃止されたってことが分かってるそうです。ですから、まあ2メートルごとにね、羽を置いて、そして毎日、2日に1度ぐらいね、トークンを動かしながら、そして1年の、あまあ日日と、それから、季節と、そして、 日数をしたってことになるわけですね。おーい、春だぞおーい、秋だぞっていう感じでね。そして、まあ、あの、これから夏だぞこれからみんな働けよって感じでね。まあ、働けよっていう厳しい言い方ですけども、そういうことですね。で、結論、まあ、このアウスカー興奮に関しての結論ですけども、まあ、176という数字。私もまあ、大体そんなものかなというふうに計算し直してみました。 で、2倍しますと、352となるわけですね。で、まあ、これは退院歴の354、純粋退院歴の354に近くなってくるわけです。純粋退院歴は354ですからね。これで計算しますと、352となって、まあ、エラーが2日ほど出ますけどもね。それは、あの、先ほど言いましたように、歯庭そのもののね、数が不正確ですから、こうした数字になってきますから、まあ、まあ、ほぼ、純粋2倍しますと、純粋退院歴の、まあ、二数と同じになる。そして、 あ、太陽暦と調整するために、先ほどの岩出しで見つかった。あー、ハニワで、ね、天文観測装置を置いたと私はそう考えています。その理由の一つがですね。ラオスで見つかった。まあ、ジャール平原にある。このまあ、奇妙なまあ。やはり壺型。 岩ですよね。これはあの、岩をくり抜いてね、現地では、あ酒を入れておく、おけ、OK、いわゆるその入れ物としてね、使ったというふうに言われています。まあ、酒なんか入れるためにこんなことしませんしね。で、雨が入りますしね。ということもいろいろ考えてしまうわけですけどもね。酒だって腐りますからね。洗うときはどうするんだとかもいろんな問題出てきますから、まあ酒の樽という考えは無理がありますね。この並び方というのは、今日のコンセプトと青塚古墳のコンセプトが大変よく似てるということですね。で、この、どうして、まああの、 ジャンル平原が、えいわゆる、まあ、ロックカレンダーであったかという理由はですね、続くビデオの中で証明します。証拠を添えて証明しますので、あ私のナスカ理論を使えば簡単に証明できますからね。それは、あの、皆さんにお見せすることにします。えで、まあ、あの、 まあこのようにね、皆さん集まってくださって、私を案内してくださいました。どうもありがとうございました。それで、岩田の、いわゆる簡易天文観測装置に話を戻します。まあこれが何であるかということは、現時点では誰も知りません。私以外はね、これは天文観測装置です。それについてのビデオも、この後に繋げておきますから、ぜひご覧になってください。で、これがですね、鴨の橋のような、まあ、 ちょ、様子になってるわけですね。そして中央には線が書かれている。そしてあの星も書かれてるんですね。北東、市政の北東、まあ、コンバザが書かれています。そしてまあこうした模様も書かれているってことですね。そしてまあ、ちょっと見えますかね。あの円形部がキャンプ地聖地に彫り込んでありますね。この丸の部分で小さい丸です。これはまあ星を表して、そしてこの日本の線がですね、正確に北極線の方向を向いているってことですね。これをまあ、私はですね、あの、前方後円風の、まあ、 どこかの中心部においてねそして、これで対応力を計算していたというふうに、まあ私はあの考えています。まあこれは、これがですね、手も観測装置であることは間違いありませんね。で、この、ちょうど高さがですね、あの鴨の,の、 が、やや上向いてるってことからね、北極線の位置と一致するわけです。そして下に、ね、あの、台座にはめ込むように、まあ、小さな台が作ってありますね。これを円筒埴輪にはめ込めば、ちょうど、まあ、なってますか、朝間、まあ、縄文ミュージアムで展示されていた、ああ、型埴輪と同じ方式になるわけですね。で、ただ、メモリ、メモリなどはね、あのー、復元されていて、まあ、 このように消えてますからね。先だってどうなったかメモリーを数えたから自分の説として発表していいかという許可を求めてきましたけども、答えはノーですね。それはもう引用のレベルを超えて、東洋の範囲に入りますからね。いわゆるまあ、はい。まあ要するにこれがですね、この円筒部がですね、なだらかになっているのは、ここで光を受け止めるですね。ためるですね。いわゆるその、 日の出日没の太陽の光を受け止めて、そして太陽の行動。いわゆる、ま、持っていますと、えー、北極星の方向を正確に知るためですね。で、この、ここに書かれている模様がですね、あのー、パレンケの、まあ、石管、王の石管に書かれている文字のコンセプトと似てるんですね。まあ、似てるというレベルの話で、まあ、違うと言われればそれまでなんですけどね、これも気になりました。どうしてこのとこ、こんなところにね、こうした模様が、まあ、やや、ま、す、透かし彫り的な雰囲気で、あの、書かれているかってことですよね。 でまあこういうふうに、まあ、描かれているということです。でこれが模様がまあいわゆるマヤのね、あのー、絵文字と雰囲気が似ているということですよね。で話を友型天文観測装置に戻します。これが岩田市で、まあ、浜松市の隣のね岩田市で見つかった友形刃庭いうことになっています。 大き、結構大きいですからね、簡単に人間が持ち運べるような大きさじゃありませんよ。あの、いわゆるセラミックですからね、もっと言えば岩と同じように考えていいわけですよね。で、これが、こういうものが見つかってる。まあ、これがですね、まあ、前方後円とペアになって、で、そして前方後円の方で、まあ、純粋対円的であるんですよ、対応的であるんですよ、ですよ。あの日、日数を知って、そしてこれがですね、まあ、こうした埴輪でですね、えー、たあのいわゆる、まあ、北極線の位置、そして一年の、まあ、ま、 当時、下手を知って微調整をしたと。まあそういうふうに私は考えます。そしてこういう、こういうことから、前方後円墳がですね、えー、カレンダーであったという説を今日皆さんに披露します。で、これが、まあ、あのー、謎の物体ということ言われてましたけどもね。まあ、いう言い方がおかしいんです。友というのはですね、夢を見るときに、まあ、 腕にはめる輪のことですよね。で、もう一ところ、どういうふうにして使ったかということを簡単に説明していきますと、この埴輪をですね、北極星に向けます。そして背中には、あの、北斗星のね、あのー、 星が刻まれています。これは北ですね。まあ、北です。そして右の方が東、そして左の方が西ということになります。そしてその太陽が昇ってくるときにですね、太陽光線を受け止めることによって、まあその影がね、あの、ちょっとなだらかな型のところにできてきますから、それをメモリで受け止めて、そしてまあ方向を知り、まあしたわけですね。そして、この位置がですね、あの、 続くビデオの中で証明しますけども、この太北極線の位置と、そしてその、いわゆる、まあ、ま、友型、ハニワの、まあ、角度がですね、ちょうど太陽の位置、高度と一致すると、まあ、北極線の時あ、その時の北極線の高度と一致するということも、計算上で証明しました。ぜひご覧になってください。 まあこれがですね、友方、埴輪ということになります。で、これ、これと同じものがですね、浅間縄文ミュージアムで展示されていたんですね。で、私たちはもう一度確認するために。 一昨日行ってみたんですけどもね、日曜日だったんですけども、あの、残念ながら、そ、これはですね、写真を見せましたらね、あ、これはね、あの、以前、あの、どこか,から借りてきてね、そしてここで展示したもんですよってことを教えていただきました。まあ残念でしたけどもね。こうしてですね、まあこれは夕日、朝日のロボル方向の時が作る影をね、正確に知ることによって、まあ、なんて言いますか、あの、メモリーが下に書き込んでありますからね。で、それを見て、まああの,あの、こうたあの、いわゆるまあ今、 季節ののううちの位置だってこととといいここを知ったっことになります。そしてですね、これ今、私で計算してますと、北極星の位置がですね、え当時消しでは高さが違うわけですね。それで計算してみますと、ちょうどあの鴨、カモ、カモナルシの口になったようなところがですね、やや上を向いてると。まあ、これはあの、下の台座がなくなってますからね。あくまでも、ま、この、このままの状態で、ま、台座がきちんとね、水平に、ま、置かれているという、ま、前提で見ますとですね、ちょうどこうなってますか。あのー、 岩田氏の、と、下士の高さと一致すると。そういうことですね。その時の北極線の高度と一致するということですね。で、これはですね、その線に、これはあの、何回も作りました後に発表したものですけども、もう一度簡単に説明しますと、ここが重要なんですね。というのは、これと、こうした事実があるということと、前方後円墳があるという事実とですね、いわゆる前方後円墳がただ単なる墓だという説の間にはですね、大きなギャップがあるわけです。 も、もっと言えばですね、まあこれは非常に天文観測装置として聖地なものです。そしてそうした埴輪がですね、まあ前方公園風の近くで見つかっているわけですよね。そしてそのコンセプトがね、非常に高度な天文観測装置であるという事実と、そして一方ですね、前方公園風がただの墓と、墓であるというまあコンセプトの間にですね、知的なレベルにおいてですね、大きな差がありすぎるということなんです。まあそ,そういう意味でアンバランスだということになるわけですね。で、左下が岩田市です。そして、まあ、 これあの。 この作詞ってうと書いてますけど、行ってね、現地の人にちょっとビデオを見せましたら、ここは作詞ではありませんって言れてましたマ、ね、チですなんてね、若い女性の受付の方に叱られましたけど、ごめんなさいね。あの、そう、そういったとこは割といい加減なもんですからね。まあ、どうでも、まあ、はっきり言えばどうでもいいことですけどもね。これがあの、左側ですね、浅間縄文ミュージアムに、まあ、展示されていた友型埴輪ですやっぱり台の上に載ってますね。ですから、ここでまあ、これを確かめたからくっついてるものなのか、あるいはもきちんとこう、据え付けたものなのか確かめたかったんですけど、まあ、それは今回はできません で、したでこうして比べてみますと、まあ、要するに、右のですね、ともがた埴輪というものが、装飾や、まあ、て言いますかね、そういった軽い目的のために作ったものではないということはこれでわかるわけですね。だってかというと、同じものがあるわけですから。まあ、要するに、このスタンドに置いて使われていたということですね。これでもビビビッと来たわけです。そして、このスタンド側によく見てくださいよ。下が太くて上が細いでしょ。これが本来の埴輪の置き方なんですよ、皆さん。日本ではどこ行ってもこれ全部逆さまに置いてあるんですよね。奇妙なことですね。 かえってその方が座りが悪いと思うんですけどもね。まあ要するに、これがその日本の埴輪がですね、特に、まあなんて言いますか、あ,あの、円筒埴輪がですね、みんな逆さまに置いてあるんですね。展示してあるとき。ですから、陳列館の皆さん、この私のビデオを見られましたらどうか逆さまに置き直してくださいよ。ねえ、古代人に対する侮辱ですよ。要するに、これが、あの、 いわゆるまあ、友型、埴輪だってことで、台に置いて、据え付けられて、そして、これと下のものと同じものが、ああ、いわゆるまあ、これからお見せしますけども、こういうふうに並べられていたってことが、まあ、わかってるわけで。例えば、これはあの、このトークンとしてね、これはあの、土偶ですけどもね、たまたま、の、縄文ミュージアム、にありましたのを、こうして拝借しました。これはあの、全然時代がありませんからね。え、これはあの、縄文土,土器ですからね。 こうして毎日、一日動かすことによって、今日はね、えー、何月何日だぞ今日は何月何日だぞ今日は何月何日だぞというふうに置いてったわけです。これ、これをですね、仮に28、9個目か8個目に置けばですよ、もうそのまま純粋単位力の付け代わりに使えるわけですね。そして、先ほど言いましたように、えー、いわゆるまあ当時から、週、週それから月、そしたら春分ね、それ月からそれ週分というふうに、春分というふうにね、置き換えれば、あの、 季節もわかるわけですね。古代人にとって季節を知るってことはもう本当に命なんですね。おーい、春だぞー田植えだぞーみんな出てこいよーそして秋になると、おー秋だぞーみんな秋だぞー収穫祭でやるぞー集まれよー と言ってね、村人たちが集まって、この周囲で祝った。それは考えられますね。そして、先ほどの友方ハニワはですね、北極星を向いていたということです。そして、これによって太陽歴を知り、そしてその季節を、一年の移り変わりをですね、正確に知ったということです。こうしてペアになって、ウェアルマ友ハニワと前方後円墳がペアで機能した。なあち、前方後円墳は、 カレンダーなんですよ、皆さん。墓なんかじゃない。こんな墓なんか作るためにこんな無駄な大きなもの作りはしない。また作っても意味がないでしょうが。どうしてそんな簡単なことがわからんのですかと私は、ま、少し興奮しました。しかし、ま、皆さんもう一度考え直してください。ねこれが墓なのか、それとも、私たち古代人、日本の古代人の天文観測所なのか、もう少し冷静に見てくださいよ。 そして、そしてですね、そんなものが日本にあるはずがないんだ。日本人に天文観測所があったはずがないんだと言って、主張してる先生方、工学の先生方、あなた方は日本人を馬鹿にしてるんですよ。そうに気をつなさい、いい加減にも。ということが私の意見です。まあ、このようにですね、まあ、その上に置いたものは何かわかりませんけども、ちょうど大きさが合うんですね。これまた前く前に。だからね、この埴輪を置いて、あ今日はね、10月6日だよ。 明日は10月7日だよ。2015年、林博士がね、前方後円分カレンダー説を唱えたのが2015年10月3日だよ。と言って、埴輪が喜んでいます。おいさささ、おいさささってのは手へんわ。ねまあ、楽しいですね。そうに考えた方が。皆さん、墓だと考えますかこれを。どうですかどうして分かっていただけないんですかなんてね、この埴輪の私と一緒に叫んでいます。ちょっと興奮しましたね。えー ま、これぐらい強く言わないとね、皆さんの印象に残らないと思いますからね。もともかく皆さんの意識を逆さまにしてください。どこ行ってもこのように、いわゆる円筒埴輪が飾られています。そうじゃない逆なんです先ほどのね、縄文ミュージアムにあった、あの、いわゆる友形埴輪の台座を見てください。このように置いてあったでしょすなわち、これが本来の据え付け方なんですよ。ということで、今日は前方後円墳。 カレンダー説を皆さんに説明しました。いかがですか皆さんはどのように判断なさいますかもし私の意見に賛成の方は、まあ、このビデオの高評価の方に一票入れてください。それで皆さんの反応がわかります。まあす、まあ、この3つのね、この後ビデオをつなげておきます。日本の歴史を変えるには、まあ、それくらいの時間がかかりますので、どうかご覧になってください。Bye for now!